皆様おはようございます。11月1日水曜日、時刻は8時を回りました。ウェザーニュースライブサンシャイン、このお時間は小川千奈が担当してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。今日は11月のスタートということで、あっという間に今年も残り2ヶ月となりました。そんな今日は北日本はあいにくのお天気なんですが、東から西日本にかけては広く爽やかな秋晴れの空が広がっていく見込みです。そして先日10月30日はハロウィンの特別番組をご覧いただき帽子の人って何ですかこれ被ってみたかったんですよね。これうわ、結構バランスが、スリザリンは嫌だっていうスリザリンは嫌だ。はい、あのハロウィンはですね、帽子間違えちゃったんですが、誰も気づかなくって、90 帽子の人っていう印象がついてしまったんですね。あの本当にヘアメイクさんも被せるときになんかちょっとサイズが違ったんですよ。違ったんですけど、なんかゆうこちゃんも優しくてね、頭が小さいんですよとか言って、なんか後ろでなんかピンで止めてくださって、そしたらまさかの裏返しだった。